薩摩藩初代藩主。通称は又八郎。絵本大公記には、島津又七郎忠常とある。戦国大名として、島津氏を成長させた、島津高久の孫にあたり、島津義弘の子。最初の妻、亀樹は、島津義久の娘で、はじめ、忠常の兄である久保と結婚したが、久保の死後に忠常と結婚した。後に家久と改名するが、 同名の叔父が存在するため、署名のただつねで呼ばれることが多い。天正四年十一月七日、島津義弘の三男として生まれた。叔父、島津義久に男児がなかったために、島津家は父、義弘が継いだが、長男が溶接、文禄二年、時系、久保が、朝鮮で病により沈没したため、また八郎が、豊臣秀吉の使命により、後継者と定められた。 後継者となる前は、蹴鞠と主食に溺れる日々を送っており、朝鮮出兵中の義弘から書状で注意を受けていた。しかし、後継者になると、父や叔父たち同様に本来備わった、優れた武勇を発揮した。慶長の役では、慶長三年、父、義弘に従って八千の貨幣で、民軍数万を破る猛勇を見せている。絵本対抗記によると、城に攻め寄せてきた。 と和数元率いる民の大軍4万余りに対して、兵衛戦を率い、城外に撃って出て、縦王無人に槍を突き立てたり、多くの民の兵士を切り捨てたりしたという。城を守っていた大将の義弘と、兵五戦も、木を見て城外に撃って出て、シャニムに突き破り、秋人の首3万を打ち取ったという。この後、秋人、朝鮮人は、島津義弘の軍を恐れ、 コアロ氏のシの島津と言ったとされる。ただ、態度や性格が治ったわけではなく、朝鮮な役でも、ただつねの横暴に苦しんだ増評が、朝鮮側に逃亡したという記録がある。慶長4年、戦王の傾向ありとして対立していた、過労伊住院忠宗を、京都伏見の島津邸で、自らの手で暴殺し、同年に、国元で反乱を起こしたその子。 伊集院忠実とは一旦は和解して油断させた上で、慶長七年、日向国の野尻で催した狩りの最中に射殺し、友の者も中殺した。慶長七年、関ヶ原の戦いで、父の義弘が、西軍に属したため、講和交渉をしていた叔父の義久に代わり、家康に、謝罪のため上洛し、本領を安堵された。同年、薩摩内城に入り、 家徳を継いだが、実権は、現な5年までは吉弘に握られていた。慶長11年、家康から返帰を受け、家久と名乗った。慶長14年、3000の軍勢を率いて、琉球に出兵し、占領して、扶養国とした。また、民とも密貿易を取り行い、鹿児島城を築いて、城下町を整備したり、海上制や、 門割制を確立するなど、薩摩藩の基礎を固める一方で、幕府に対しては祭祀をいち早く江戸に送って、参勤交代の先駆けとした。慶長18年、天見軍島を琉球に割上させ、大館や奉行所などを置き、薩摩藩の直轄地とした。慶長19年、9月7日付き処分を徳川秀忠に向けて提出するように求められており、 島津氏が豊臣氏に加担することがないような手段が講じられていた。源那三年、将軍、徳川秀忠から松平の名字を与えられ、薩摩守に任官される。官営四年より、藩主、伊藤勇慶の次男、伊藤勇豊が徳川家光の故障となっていた帯藩との間で、牛の峠境界論争が発生し、 寛永10年、現地を視察した幕府の巡検氏が、帯藩の主張を支持した。薩摩藩は、領域南西部の牛の峠付近について、帯藩の主張を認めたものの北東部の北川地付近については納得せず、引き続き、遠方3年に、幕府の裁定で、帯藩側勝訴、薩摩藩側敗訴となるまで、境界論争が継続されることになった。寛永年、 死去、去年六十二、巡視者が九名出ている。家徳は、次男の光久が継承した。精細である亀樹とは不仲であった。彼女が亡くなった折に、亀樹付きの奥女中宛に、以下のような和歌を送っている。実際に妻である亀樹の墓を建てていないことや、福生寺跡にある島津家歴代の墓の中で、島津忠恒、亀樹夫妻の墓の実が並んでいないことからも、 カメジュとの不仲であったことや、彼女を礼遇していたことが伺える。しかし、この若のモカナは、モガナと呼んで、だったらなあと訳すべきで、この涙に濡れる袖が、間違いであったならばなあと解釈すべきだとする意見も、ある。形質の一人である、島津忠清の娘の聖母は、隠れキリシタンであることが発覚し、同時に隠れキリシタンであることが発覚した、その一族ともに、 歓迎10年に種ヶ島に留在となっている。ありがとうございます。